今回の先制技、高校技パワモンスターボール級の対戦になります。ビギナー級の対戦の中で、このパーティーは海流を通せば、勝てることが分かったので、初手は海流。海流が辛いミミッキュに対してハッサム。あとはタスキでカウンターができるルカリオの選出でいきます。ちなみにモンボ級のランク4の初戦は勝ちましたが、動画ファイルが壊れてしまったので、ランク5からの動画になります。相手の初手はキノガッサカー。キノコの奉仕されたらめんどくさいな。神速なら確定2発は取れそう。後続にはキノコの奉仕をどうにかできるポケモンはいない。海流は眠らされても仕方ないかな。とりあえず神速していきましょう。うおお、ダメージめっちゃ入るやん。岩石封じか。このパーティーに素早さを下げる技は意味ないんだよな。後続のゴーストタイプに交換もあり得る場面ですが、引き続き神速を選択します。神速が通りましたね。非ダメージ的にはハチマキ神速なのはバレてそうですが、ゴーストタイプはいないのかな？なんだ、ゴーストタイプいるじゃん。ここはハッサムに交換していきます。とはいえ、ハッサムはサーフ号に対して有効ではありません。もしサーフ号が自己再生を持っていたら勝ち目はなさそう。てか、この出し方は泥棒とか持ってるハッサムに見えるだろうな。マジカルシャインか。サーフ号の技スペース的にこだわり系の持ち物を持っていそう。持ち物がこだわり系なら交換してくるかな？やはり交換してきましたね。これでサーフ号はこだわりアイテム持ちでしょう。海流にダメージ与えられるのはいいね。ゴツゴツネットではないか。後続に海流対策を連れてきていないし、ゴツメじゃないなら、鋼テラスタルで海流を倒しに行きます。おっと、ここでサーフ号に交換してきたか。この出し方は間違いなく、こだわりアイテム持ちですね。後続はルカリオと海流なので、サーフ号に有効打はない。もちろんハッサムもバレットパンチしか命中する技はないけれど、突撃直帰を持っているので、割とダメージを与えてくれそう。バレットパンチでサーフ号を少しずつ削っていきましょう。ん、やっぱりサーフ号は硬いな。ここはシャドウボールで押してくるかな？こだわりトリックか。突撃直帰を奪われたことにより、非ダメージは増加するけど、あと2回くらいで倒せそうだし、このまま押し切ります。ハッサムの特殊耐久はあまり高くありませんが、強化アイテムなしのシャドウボールくらいなら全然耐えるでしょ。思っていたよりもダメージ入ったけど、鬼門のサーフ号は倒せそう。よし、サーフ号突破。残るは海流。マルチスケールも潰れているし、さすがに勝てそうだ。バレパンマンとの名高いハッサム、引き続きバレットパンチを選択。相手は強行中。ここでテラスタルを切ってきました。ハッサムは物理耐久あるし、神速くらいなら耐えてくれそう。うっよ。これはハチマキ神速じゃん。強行時間も含め、さすがにこだわりハチマキだろ。ほぼ同じ海流使ってるけど、やっぱり火力やばすぎだわ。
結構な非ダメージなことは分かったので、ルカリオでカウンターして終わりにしましょう。後悔も一つなのに入りすぎだわ。なお、カウンターで倒される模様。モンスターボール級に連勝。連勝の流れのまま、スーパーボール級昇格戦です。相手はブイズ。シャワーズ以外は神速、ジェットパンチでどうにかなりそう。まあ、ノーマルテラスハチマキ神速でボコボコだろうな。さあ、ブイズを突破してスーパーボール級に昇格するぞ。相手はこちらが懸念していたシャワーズを初手から出してきました。ここは海流に引きましょう。そうすればイルカマンが巻いてフォルムになれるし、ハチマキ神速でゴリ押せるからね。トケルを積んできました。確かにこちらのパーティーはトケルを積めば済ませられるからね。ここはドラゴンテールで罪を解除させましょう。無駄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 。トケルを積まれる前に海流のハチマキ神速ができるように立ち回るしかないな。これは早足サンダースか。鉄の包みのクォークチャージ発生時の素早さ抜きしてそう。後続はサンダースに有利を取れるポケモンはいませんが、海流のこだわり解除をするためにハッサムに交換します。思ったよりもダメージ入ったし、麻痺にもなったな。電光石火で削りましょう。ここでボルトチェンジか。シャワーズ来たら厄介だぞ。ブースターか。相手の3匹の選出はシャワーズ、サンダース、ブースター。初代のブイズ3匹ですね。愛のある選出してくるじゃねえか。唯一王のフレアドライブ。残りポケモンの HP 残量的に、海流の神速を通すことができそうです。タイプ相性的にはイルカマンを出すと良さそうですが、ジェットパンチ読み貯水シャワーズを出してくるので、選出時に考えていたようにノーマルテラスハチマキ神速をします。強行とテラスタルタイムがあるので早送り中。ここでサンダースに引いてきました。竜の舞の場合、早足で先行して攻撃できるからかな？残念、この海竜は悲しき神速マシーンになった。さあ、次の獲物はどいつだ？ブースターか。そんな貧弱な物理耐久で神速を耐えることができるのか？お、これは何読みの釣り交換だ？まあ、おそらくイルカマンが来ると思ったのでしょう。これならシャワーズにトケルをされる隙を与えないぞ。ダメージはだいたい5割くらいか。ブースターじゃなくてシャワーズからだったら、突破難しかったかも。食べ残しがあって、トケル積まれたら、終わってたわ。守るもあるのか。あとは神速するだけなので、早送りします。無事、シャワーズを突破。ブースターはテラスタルするも、この残り HP では耐えることができず、海流の神速で3匹とも倒すことになった。そして勝負に勝ちました。この勝利でスーパーボール級になりました。
なんとモンスターボール級は3連勝でスピードクリア。次回のスーパーボール級もスムーズにクリアをしていきたい。では、ご視聴ありがとうございました。